ああ、我が愛しの人よ。ついに運命の日は来たり。ティアモ、一体どうしたの？白夜王国第一王子、リョーマ。来るのなら、
け、全力で来い。敵の増援、私がやるわ。この俺が相手になろう。ミッションが始まるよ。解剖したよ。お怪我はないですか。私の方が強かったわね。閉門しちゃった。今だ。厳しいな。しかし諦めるものか。アンヤ王国第一王子マークス、ひれ伏せ。敵の増援、私も手伝おう。きっと力になれるはずだ。複雑な気分だが助かったことに変わりはない。気にするな、今は共に戦う時なのだからな。私の方が強かったわね。悪いわね。よし、止め。覚悟することね。なかなかやるじゃない。でも私の敵じゃない。なかなかの腕だ。ここは引いておくしかなさそうだ。ハッ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 
その胸に刻みなさい。私の敵じゃないわ。私がやるわ。ここで散るわけにはいかぬ。ミッション成功だよ。身だしなみは万全。覚悟しなさい。敵の増援。私を怒らせたことを後悔させてあげる。ミッションが始まるよ。解放したよ。
相手が誰であろうと俺たちは必ず勝つ。行くぞ。敵の増援、私がいれば。勝負はここからだ。俺が相手になる。ミッションが始まるよ。解放したよ。許せない。お願いします。もちろん行くわよ。私たちの手にその胸に刻みなさい。平凡しちゃった。今だ。敵将、私がやっつけたわ。考えなしに突っ込んでしまったか。未来をつかみ取ってみせます。私たちの手で。敵の増援、僕も一緒に戦うよ。すまん、助かった。そんなことはありません。お父様はいつだって私の憧れです。一緒に。いいね。そろそろ始めようか。覚悟することね。強いんだな。
食わよ。私たちの怒り、その胸に刻みなさい。強くなってみせる。すごいね。私が本気を出せばこのくらい当然よ。君の瞳は星の瞬き、はあ、もはや君なしでは生きてはいけない。何か悪いものでも食べたのかしら。いえ、さっきの本を音読してみたんですが、私にはどうも合わないみたいですね。